日番は、여러분、안녕하세요。まいまいむにだ、大島まいです。新年明けましておめでとうございます。새해복많이받으세요。今年もよろしくお願いします。インサしたいそうです。にゃん、インサしてきてよ。새해복많이받으세요。うちの次男です。新年一発目の動画、何しようか悩んだんですが、ずっとやってみたかったことを年始にやっちゃおうということで、今日やるのはですね、私が大好きな韓国人の YouTuber、 見させていただいてる韓国人 YouTuber の方がよくやってる企画を私もやってみたいと思います。どんな企画でしょう、行ってみよう。私がやりたかったのはですね、コンビニにある赤い食べ物を食べてみよう。わー、お正月めでたいって言えば紅白というイメージがありますけれども、結構コンビニだと白いパッケージのものが多いかなと思ったんですけど、赤いパッケージ韓国だといっぱいあったので、日本でも赤いパッケージのものいろいろあるかなと思って探してたんですけど、まあないということで、やりすぐりのこの精鋭たちを集めてみました。ちなみに今回はセブンイレブンさんにありました赤い食べ物食べ尽くそうということで、まあ新年なんで暴飲暴食 OK でしょう。でまずね、一番気になったのが大阪名物紅生姜天のおつまみだって。美味しそう。じゃん、めっちゃ美味しい。でやっぱ赤いカップ麺って言ったら辛ラーメン探してたんですけど、うちの近所のセブンイレブンにはなくて、蒙古タンメン中本のドゥブだって。豆腐スープ、これ71キロカロリー、おお低カロリー、ダイエット中にも飲めそう。お、豆腐と火薬入りスープとオイル。まず豆腐を、おぼう、食べたことあるっていうか、ちょっと入れて、ここにお湯を持ってきました。みんなの前でやろうと思って、ちょ、はい入れて、このオイルは後でだって、置いときます。豆腐ちゃんを待ってる間に練乳いちご、いただきます。では今年1年の皆さんの健康と活躍とご多幸を願って、乾杯。はあ、美味しい。いや、あとどん兵衛とかもあったよ。あとイカフライとビシコ、私の大好きなビシコ。ああ、一番気になってたのこれ、じゃがりこ、にんにくは、あ、にんにくじゃなかった、にんにくだと思って買ったら肉肉肉味だって。じゃがりこ、懐かしい CM 思い出しませんか。この CM 知ってる方は同世代ですね。あー、めっちゃ美味しい。できたかな。じゃあできたので辛味オイル入れます。郵便来たら郵便取りに行っちゃうんだから。じゃん、いい匂い。あ、さっき真四角だった豆腐がちゃんとこう潰れてっていうの、美味しそう。おんましけたん、いこう、ましけっち、あんぼよ。いただきます。あー、うまい。
なんか中本のラーメン食べたいけどダイエット中で食べれないって人には超最高かも。これ辛くないけどラーメンの方がもっと辛いのかな。めちゃくちゃ中本食べたくなっちゃうけど美味しい。あとはこれ容器は透明だから赤に入るかどうか審議ですが、一応中身は赤いんで、こだわりヤンニョムおつまみ3種のキムチ。キムチ大好き。あ、ちょっと待って郵便取ってくる。はい、今郵便が届いたんですけど、これは韓国にオーダーしてたものが届いたので、また後日動画で紹介したいと思います。この暴飲暴食が終わって紹介するのがめちゃくちゃちょうどいいと思うんで、ね、後で紹介しますね今度。で、今日が年末から始まった暴飲暴食の今日はもう締め日ということで動画撮ってます。せっかくならやりたいことやっていっぱい食べて締めようと思って。かんちゃんおいで、かんちゃん、いいじゃん、いいじゃん。せへぼくまにぱるせよん、あけおめ。かんちゃんはエリザベス中です。なんかね、めめがね痛い痛いになっちゃって、ちょっと赤く充血しちゃって今は治ってきてんですけど、ワンちゃんって知らないうちに目とか描いちゃうんだってね。かわいいね。こう見えて僕はもう14歳でちゅ。あ、かわいい、ちんたるちゃんかわいい。タルトよろしくお願いします。クラフトビールと本麒麟、これマーカーだったから。なに、分かってるよ、タルチュロちゃんがここにいることは。ん、おとなしくしてって。じゃあそこでチュロちゃん食べれないの。あ、このチーズはかけるチーズの唐辛子味。大好き、かけるチーズ。うわ、狙ってるわ下の子が。うん、うん、尻尾。ほろ酔いは韓国でも人気なんですよ。韓国にも売ってる。でもこの多分練乳いちごはないんじゃないかな、期間限定でしょ。もう韓国に行けなくなって2年、2022年は行けるといいですね。なんかこの2年で多分バンタンもめちゃくちゃ人気になってるから、聖地巡礼とかさ行きたい人いっぱいいそう。本気にいただきます。おお、本気出してる、本麒麟。へえ、こんな飲みやすいんだ今ビールって。これは危険、めっちゃ飲みやすい。最初フルーティーな感じで香りが来るんだけど、後味は大人の味、ちょっとほろ苦くて、口当たりは柔らかくて飲みやすくてフルーティーな香りもして、さらっと軽く飲めるのに、後味がちゃんとドンって飲んだっていうのが残ってくれるっていうか、いいの苦味が残る。うん、美味しいじゃん。うん、ちょっとマジでびっくりした。広告ではありません、観光アニエよ。モッパン系、食べる系の YouTube をよく見るんですけど、その中でも麺をすすってる人の ASMR とか、なんか麺をすすってる大食いのチャレンジの人の動画とかめちゃくちゃよく見るんですよ。なんかスッスッてすすってる音がめっちゃ好きで、だから私も挑戦してみようかな。え、特盛り買っちゃった。そんな食べられないよ。いや、ダメだ、今日は食べるんだ私は。爆食の日だ。じゃあお湯入れてきます。最近料理を勉強しようと思ってとか作ろうと思って、なんかまあ今ネットでねレシピとか出てくるんですけど、昔ロケでお世話になったお店のシェフがなんかくださった料理本があって、すごい、こんだけレシピが載ってんの韓国料理の。
なんかマンドゥとかもさ全部韓国語なんですけど、韓国語の勉強にもなるし、わかんないやつは全部調べればわかるから、マジ本当勉強になるんで、最近こんなのも読み始めました。ででん、のせて七味、잘먹겠습니다。많이먹었다응왔다아맛있었다잘먹었습니다ごちそうさまでした。さあ今日はですね、韓国の私の好きな YouTuber の方がよくやっているコンビニの色縛りの食べ物を食べ尽くそうという企画だったんですが、新年ということで赤い食べ物を食べてみました。さあどれも美味しくいただきましたが、私は皆さんのようにいっぱい食べれる人間じゃなかったみたいなので、開けてないやつはまた後日一人でいただきたいと思います。ということで皆さん2022年もおしまマイ、そしてこのマイマイチャンネルをよろしくお願いします。今年こそ韓国に行けることを願って、そして今年もたくさん食べてたくさん飲んで健康でいっぱい笑って幸せな一年にしましょう。今年もよろしくお願いします。ということでここまで見てくれてありがとうございました。クロン、アンニョン、バイバイ。